ムスリムムスリムとは、神に帰依するものを意味するアラビア語で、イスラム教の教徒のことである。キリスト教圏では、ムハンマド教徒とも呼ばれ、日本でもかつては一部でこの語を用いた。女性型はムスリマだが、アラビア語社会以外では、基本的には区別しない。また、中世キリスト教世界では、イシマイル人、カルデア人、モロ人、 サラ先人など、あたかも民族集団であるかのような名称でも呼ばれた。日本では、モスレムの表記も広く使用される。ムスリムになるためには、承認となるムスリムの前で、信仰告白の手続きを取ることが必要である。ムスリムは、神、アッラーフを常に身近に感じるように、五行を実践する、ことが建前である。父親がムスリムであるものは、自動的に、 ムムスリととなるる。されているかつて、イスラム教は、キリスト教より、はるかに多様な民族の間で信仰されていた。しかし、近代以降になって、西方のキリスト教会が、世界中に布教を行い、その分布を広げたため、イスラム教を信仰する民族は限られるようになった。サハラ砂漠以北の世界に限って言うと、イスラム教を信仰する民族はかなり限定的で、 アラブ系、ペルシア系、インド系、テュールク系、マライ系の5つの系統の民族でほぼ全ムスリムの95%以上を占めている。残りの数に関しても、東、ヨーロッパバルカン半島のボシュニャク人、アルバニア人などのムスリム、かつてヨーロッパにおいては、イベリア半島のスペインポールトガルで、多くのスリムが存在した、コーカサスの諸民族、中国領内の中国系ムスリム、 モンゴル系ムスリムなど、やはり限られた民族の間で信仰されている。日本国内においては、東京などの首都圏に、イスラム教圏出身外国人の過半数が、居住するが、明治以降の近代日本で最初に、イスラム礼拝所ができたのは、愛知県名古屋市だった。1931年3月に結成された、名古屋海峡都団により、日本初のモスクが設立されたという記録が残る。 この戦前に建てられたモスクは一旦空襲により消失するが現在では名古屋市中村区に名古屋モスクが再建されている戦前からイスラム教徒のコミュニティがあった流れを組んで名古屋市や岐阜市など東海地方諸都市には今でもイスラム教徒の集中コミュニティがある現在では移民によって北米や西ヨーロッパでムスリムが増加している一方それに対して サハライナンのアフリカでは実に多様な民族の間でイスラムは信仰され、今もその勢力を拡大させている。サハライナンのアフリカの場合、民族でムスリムか非ムスリムかを判定することは困難である。ムスリムとは宗教的概念である。ところが、これは民族的概念だと意識されることが多い。中国、ネパール、スリランカ、ブルガリア、 旧ユーゴスラビア諸国などの非イスラム教国には、現地の言語や文化、形質などに同化しているムスリムの集団が見られる。例えば、日本人のキリスト教徒や、アメリカ人の仏教徒が別の民族として扱われる、ことがないように、本来は、単なる、人のイスラム教徒として扱われるはずである。ところが、上記の国ではそれぞれ海賊、ムスリム人、ムーア人、 ごま人などと別の民族として扱われたり、別の統計に現れたりする。この意識は内外双方に見られ、ムスリムの側も外部と自分たちは別の民族だという意識を持ち、外部の民族もムスリムを自分たちとは、たとえ同じ言語を持ち、同じ形質的な人種であっても、同じ民族だとはみなさない場合が多い。ムスリムの使用する言語で最も使用人口が多いのは、 アラビア語で約2億8、0、0、0、0、0人ほどの和社人口がある。ただし、これには互いに通じない多様な方言を含んでいる、標準アラビア語を公用語とて使用するものと考えた場合である。次に使用人口が多いのはインドネシア語の約2億人である。ただし、インドネシア語の使用人口の大半は公用語としての使用人口であり、 母語者のみに限定した場合はに、零零零零零レ人ほどである。マレーシア語とはほとんど同じ言語であり、両者を同じ言語である、村ユ語、マレー語と規定した場合、使用人口は2億に、零零零零零レ人、ほどとなる。3番目に使用人口が多いのが、ウルドゥ語の約1億8、零零零零零レ人である。これもインドネシア語同様。 第二子供としての使用人口であり、母語話者はやはりに、レーレレレレレ人ほどだと言われている。インドには、ヒンディ語を母語とするムスリムもも、レーレレレレレ、人以上存在するとみられる。ウルドゥ語とヒンディ語同じ言語である、ヒンドスターニー語と規定た場合、この言語を使用する、ムスリム人口は2億3、レーレレレレレレ人、ほどとなり、村言語と、 ほぼ同規模となる。4番目に、ムスリムの使用人口が多い言語は、ベンガル語である。ベンガル語を使用するムスリムの人口は1億6、0000人ほどである。ただし、ベンガル語には、ヒンドゥー教徒などの和社も多く、総和社人口は2億2、0000人ほどである。ジャワ語とパンジャーブ語のムスリム和社が、それぞれ8。 レレレレレレレ人ほどである。ただし両者は同時に、インドネシア語、ウルドゥ語の話者でもある。パンジャーブ語には他に、シーク教徒やヒンドゥー教徒の話者も多く、総話社人口は1億人を超える。ペルシア語の話者が約7、500万人存在する、ボゴ話社は4、レレレレレレレ人ほど。これに実質同じ言語である、ダリー語と、 タジク語の使用人口を加えると1億1、0000 000 000人ほどとなる。トルコ語の話者が7、500万人存在する。ヒンディ語の総使用人口は約5億人だが、そのうち5、0000 000人近くがムスリムである。ムスリムの使用するヒンディ語はアラビア語ペルシア語由来の外来語の占める割合が高く、ウルド語との境界線が曖昧である。 パシュ等語の話者総数は約4、000000人である。ただし、東西の方言差は大きい。ハウサ語は話者総数約4、000000人、内母語話者数は2、500万人ほどである。その他、2、0 0 0 0 0人以上のムスリムの話者人口を持つ言語が、アゼルバイジャン語、ウズベク語、クルド語、ダリー語、スンダ語、スワヒリ語、シャは、 ヒースラム教徒の方が多く、総和社人口は1億人に達する。和社の大半が第二子供としての使用である。ソマリ語などである。1、レレレレレレレ人規模のムスリムの和社人口を持つのが、シンド語、フラニ語、カザフ語、オロモ語、エチオピア聖教徒などの和社も多い。総和社人口は2、500万人以上、マドラ語、マレーシア語、 ヒーイスラム教徒が多い、カジン系やインド系のマレーシア人も、公用語として使用する。総和社人口は2、レーレレレレレ人強、ヨルバ語、ムスリムは30%ほど。総和社人口は3、レーレレレレレレ人以上、タジク語、中国語、海賊の和社、ウイグル語などである。日本では、文部科学省文化庁が、宗教年間などの、 各宗教の人口統計を発表している。しかし、その統計は各宗教団体の自己申告の信者数を単純に足したものに過ぎず、正確な統計とは言えない面がある。そのため、日本国内にどれほどのムスリムがいるのか、正確な数を出すことは不可能である。文化庁が取りまとめた州務事項によれば、歴史上のムスリム人口は、 1931から1945年の戦中期の対日ムスリム人口は500人から700としている。ほか、1953年に日本人ムスリムによって結成された日本ムスリム協会の創立次会員数は47名。1969年の外国人ムスリム人口は約1500人。1984年の対日ムスリム人口は 約8000人という数字を挙げている。州ム時法では2010年末の対日ムスリム人口は約11万人としている。ピューリサーチセンターの調査では2010年の対日ムスリム人口は約18万5000としている。国籍別で見てムスリムが多数を占める国からの移民、定住者数を見ると比較的多いのがインドネシア人約2万5千人。 マレーシア人、非イスラム教徒の中国系のマレーシア人の来日者も多いめ、来日者に占めるムスリム比率は不明。バングラデシュ人、約1万千人、パキスタン人、約9千人、スリランカ人、スリランカ自体は、イスラム教徒は少数派の国であるため、来日者に占めるムスリムの比率は不明。イラン人、約5千人、トルコ人、約2500人、エジプト人、 1> 約1500人、中国国籍海賊、約3500人、ウイグル人、約700人である。それ以外の国からの移民もおり、その出身国は、中東、東アジア、東南アジア、南アジア、中央アジア、アフリカと多岐にわたる。イスラム教徒の比率が80%前後以上の比率の国家からの来日者数を合計すると、約5万8000人となる。 それ以外の国家からの来日者にもムスリムは存在するため、実際はそれ以上の人口となることが予想される。しかし、前述の通り、日本では日本人、外国人を問わず、各宗教、宗派の人口統計が存在しないため、正確な数を出すのは不明である。アジアのヒースラム教国の多くには、自国民のムスリムの集団が存在する。 中国新疆ウイグル自治区島や台南部、フィリピン南部、ミャンマー西部、モンゴル西部などには隣接するイスラム圏から延長されたムスリム民族の多数派地域が存在する。カンボジアやベトナムにはムスリム民族の飛び地が存在し、中国や南アジア諸国には現地の言語や文化、民族に同化したムスリムの集団が存在する。日本のすべての都道府県にもスク、 もしくは何らかの礼拝所が存在し、イスラム教徒の専用の食品や肉、調味料を扱う店やレストランなどが併設されているところもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。